ドジャースの攻撃を振り返っていきましょう。大谷翔平はワンボールツーストライクからの4球目でした。その打球速度です。90キロほど47達成の瞬間でもありました。そして5番のエドマン、大谷選手の打球とは全く不覚といいますかまあね。そして6番のウィル・スミス、コースの方をうまく反応しました。インローを本当にね、突き上げることができました。そしてマックス・マンシュ、スイングはもうすごかったですね。マンシーというかスイングすごいよね。今回は本当にホームランをね、結構出るバッターなんですね。今シーズンちょっと長くバッバラの際で休養してましたけど、先ほどは4画面を日本選手で揃えましたが、今度はこの 4本のホーム